はい、今から有線を接続します。変わった変わった、画面変わった。お、スターティングインターネットリカバリーディス。あ、皆さんこんにちは、こんばんは、お疲れ様でございます。タイピョンと申します。ジャンクで買った iMac の動画もいよいよ今回で3回目でございます。今回の動画は画面の表示だけで動画映えしないのでサクッと終わりたいと思います。1分間でおさらいです。数日前にハードオフでジャンクの2011年製の iMac を買いました。価格は5000円です。購入後自宅に持ち帰り、メモリーを挿すも画面が何も映りませんでした。バラしてみるとモニターのケーブルが刺さってないだけでなく、ハードディスク、光学ディスクドライブ、 Wi-Fi カード等が抜き取られていました。手持ちのハードディスクを入れてモニターのケーブル類を元に戻したら無事に起動いたしました。起動したはいいものの Windows が起動してしまうという誤算がありました。今回の動画はいよいよ MacOS をインストールしたいと思います。コメント欄で Windows のキーボードでも使えること、インターネットに接続することでインターネットリカバリーができるかもしれないとのコメントをいただいたので、ダメ元で LAN ケーブルを挿してインターネットリカバリーを試してみます。コメント欄によると Windows ボタンと R ボタンを押しつつ電源オンでリカバリーモードになるそうなので実行してみます。オレンゴマーク来た。なんとインターネットリカバリーが起動して勝手に画面が進んでいます。画面が白くなってインストール中かなって思って1時間くらい放置しましたが、変化がなく、1時間ほど経ちましたが反応がありません。ハードディスクの音もしないので感覚的にこれはフリーズだと判断し、電源抜いて入れ直しました。そうすると Mac の OS ユーティリティが起動いたしました。よくわからないまま操作しましたが、ハードディスクがマスターブートレコードだとインストールできなくて操作が進みません。ここを MacOS 拡張にしたらフォーマットで MacOS 拡張を選択するとインストールできました。こんなに簡単に進んでいいのかとか思いつつインストール作業を進め起動させると、やっぱり甘くはありませんでした。 MacOS ユーティリティが立ち上がり前に進みません。何度起動させても自動で MacOS のユーティリティが起動してしまいます。ハードディスクの容量が少なすぎて OS のインストールが失敗してるのかなと考えて、違うハードディスクにインストールし直して起動するドライブ自体を変更してもやっぱりね、ユーティリティが起動いたします。八方塞がりです。なんで Mac、もうこのまま Windows でもいいかなって思ったんですけども、改めてコメント欄を1話から読み返すとヒントが落ちていました。コマンドによる各種リセットです。今 SMC リセットと PRAM リセットをしました。では起動します。スイッチオン。 SMC リセット、PRAM リセットを試してみると Mac の OS が無事立ち上がりました。本体情報を確認すると Wi-Fi はありませんでした。 GPU はコメント欄で
皆様にいただいた通り問題なくありました。 Bluetooth のキーボードも接続できたので Bluetooth は大丈夫そうです。あとは適当に SSD とメモリーを揃えれば通常の iMac として使えそうな感じです。今回のジャンクの iMac 動画ですが、無事起動して普通に操作できるところまで回復できました。私のやったことはせいぜいハードオフに足を運んでジャンクの iMac を見つけたくらいで、皆様のコメントでなんとかここまでたどり着けました。本当にありがとうございました。あとはさっき言った通り SSD に変えたりメモリを変えたりする程度で、動画にしてもねあんまり面白くないと思うので、ジャンクの iMac 動画に関してはこれで一旦完結にしようと思います。だらだら長引かせてもつまんないしね。 CPU 交換も考えたんですが、費用対効果がないというか、特別重い操作をさせるわけでもないので、まあお金をかける必要はないかなと考えています。今回も動画のご視聴ありがとうございました。また次回私のくだらない動画でお会いしましょう。またねー。